どうも、しげさです。お願いします。今回はですね、ちょっと皆さんに謝罪しないといけないことがあって、はい、ちょっとですね、最近動画の更新頻度が少なくなってしまって申し訳ございませんでした。申し訳ございませんでした。これにつきましてはですね、最後に投稿したのはね、何週間前か覚えてない。だって何ヶ月、数ヶ月前の話でしょ。ここに来るのが久しぶりだもん ね。お前に関してはそう。いや、俺に関してはお前もね、勝手に来てるみたいな感じで言うけど、ちゃんとここで撮るのは多分2ヶ月ぐらいだね。ちょっとね、もうこれについてね、ちょっとまあ原因じゃないですけどね、なぜこうなってしまったのかっていうのをね、まあまずちょっとお話ししないとね、そこは。これは簡単です、うん、タイラですね。高校生2人のタイラです。高校3年生ですからね。舐めてましたね、正直。高校3年生の忙しさ。まあそうだね、うん、こんなに忙しいとは思わなかった。そのね、僕らはその一応大学行こうって話になってね、急にですよ。急に本当にルート変更ですよね、うん、こいつに関してはまあ大学に行くってことを僕に言わずに、クラスの女の子にだけ言って、はいはいはい、もう最悪のクズ人間。まあそこは別にいいんですけど、いやでもそんなに受験とか当夜に関してはね、はいはい、やっぱりその授業とかにその他の小論文っていうね、授業を受けてたり、結構ね、いろんなことをやってたり、はいはい、僕もその一応ね、最初大学行く気なかったんですけど、まあ受験勉強をしないといけないっていうのでね。行くんですか、大学。いや、行きますよ。行くの？俺、初耳なんだよ。いやいや、言ってるよ、なんかよ。言ってるよ、なんかよ。行けるの？それはまた別の話だ。あ、別の話だけど、大丈夫それ。うん？それ、大丈夫。だから、まあ、大学生になるか、まあ、小太郎になるかの二択なんだけど、これはまあ、正直どっちでもいいの。これ、取れてなく、掘れなかったっていうのは事実だからね。そこはね。どう改善していくのかって。まあ、でも忙しいからね。いやいや、そういうことじゃないんだよ。どうなの？受験勉強あるんでしょ？俺はまあ、別に。うん、まあ、勉強はしなくてもいけるやり方でいいから、お金払うけど。いやいや、違う違う、やっぱ学校の態度はいいからさ、遅刻しないし、あの人たちなんて俺も別にそんなしてないけどね。じゃあ1学期何回遅刻したの？35回ぐらいでしょ。33な。もうこれね、学校が始まって2、3ヶ月ぐらいの時間で33回やったんです。で、去年の最終的な遅刻の回数が77回ぐらい。こんなやつは大学に行くな。いや、いいだろ、言っても。行くな。別にいいだろうがよ。行けるの、そんだけトータルであってる遅刻回数。一応それはいけるっぽいよ。あ、そうなの。俺もあんま知らんけど。なんでそんな感じだの。知らんよ、俺も全然知らんなの。うっとうし。それなんかちょっといけるやつのあれだと。当時はその何で行こうとしてるんだよ。学校からも推薦してもらうみたいな。推薦で行くんだ。推薦で。推薦ってさ、難しくない？いや、でも簡単ですよ。普通に学校来てれば推薦もらえるから。学校来てないじゃん、昼に来たりして。あ、そんな時決まったな。ひどいよ。その言ってるけど、いろいろごちゃ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 言ってるけど、俺もう生徒がやってるから、うん、俺はもう遅刻さえしなければ指定校で楽だと。そこしかないでしょ、取り入れは。そんなこともねえだけど。それだけでしょ。去年の10月まではそんな遅刻とかしてなかったね、お前。あ、そう。だけど、生徒が始めたら遅刻をするようになったんだ、ね。なんで？逆じゃないの。生徒が入ったら遅刻なくなるとかはよくあるけど。うん、いや、そう、こんな配信してみたいな。まあ、原因それじゃないですか、動画。生徒会とかもあるじゃん、そういうのもあって。あ、忙しくなって。忙しくなって。でもさ、別にここに来なくても動画は撮れるわけ、正直ね。うん。やっぱでも見てる人は、ここでやってるのがいいんじゃないですか。だって俺のおばあちゃん、ショート動画、あれめっちゃ怒っとってる。なんで LINE6 件ぐらいポン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 って急に来て、うん、やる気がない、取り方が雑、お辞儀がなってないとか。めっちゃ怖かったよ。ちょっと未読したし。やめろよ、それは。ちゃんとごめんって言えよ。じゃあ謝ったけど、うん、やっぱそういう人もいるから。こういう人っていうのも、ね、もう親族だからね。親族だから。親族は何とも言えないけど、うん、でもやっぱりここに取ったらいいんじゃないですか。そうだね。これどう改善していくって話。まあそうです、そこは大事だよ、うん、ただ企画をこう今後やっていかないといけない。だってここに来て何をやるか、ここで話し合ってたら遅いかもしれない。確かにそうだね。企画にもよるんじゃない？どういう企画やりたい？この間までのそのお笑いに関して話すみたいなのはもうちょっと避けたいかな。 M1 カタロウね。そう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 、堀尾さんにいじられてる、ね、いじられてる。先輩にいじられるっていう、ね、先輩ができちゃったからね、俺ら。その最近ね、そのかかいろんな芸人の方のかかりが増えて、うん、すごい楽しくて、そっちにちょっと気がいっちゃって、こっちほったらかしになっちゃったっていう部分もあるけど、2つはいっぺんにできないから、ね、そうできないからね、我々は。我々は、うん、我々シエスタカッコ岡部。なんで岡部？じゃあ岡部でいいじゃん、カッコつけなくていいじゃん。あ、いい。これからはね、はいはいはい、もう何も言い訳せずに動画をね、上げていきたいと思う。言い訳はなしね、やめよう言い訳は。ショートとかもね、どんどん上げていきたいなって思ってますね。ショートの方がね、結構数字いいんですよ。なんでか知らないですけどね。いや、なんかまあでもまあいろいろコメントが来ますよ。今までの何でもね、まあ間違ってはない。
ね。正解です。正解ですか。あなたのお笑い感想は間違って間違ってないです。間違っていません。はい、やめろ。ちゃんと進めません。ちゃんと上げていって。ちゃんと上げていきたいと思ってるんで、はい。いろんな理由あるんですけども、それにはもう全部抜きにして。まあ僕らね、ライブにも普段で出てるんでね。はい、オリンピックアルファという、はい、月第2金曜日、池下のシアターココというところでやってますので、はいはいはい、そちらの方もご覧いただけると幸いです。これからもね、動画見ていただけると幸いです。はい、以上、シエスタでした。ありがとうございました。